皆さんこんばんこばは中西由です偉人素顔の履歴書アフタートークということであの番組の収録が終わったタイミングで、はい、番組の中でお話ししきれなかった、うん、ちょっと収まりきらなかったエピソードを、はい、あのまだまだ先生に紹介していただくというコーナーが始まりました。はい、<laughs> これは、えっと、題して偉人 こぼれ話というんでですすすけども<う>本日は記念すべき1回目結構、打ち合わせの時にあに各先生のお話でああ、めっちゃ面白いと思ってもちょっと過激すぎたりとか <laughs> <laughs> あちょっとテレビで言うには <laughs> でもでもそれでも,あでもみんなに聞いてほしいみたいなお話たくさんあるのでちょっとぜひこの YouTube という場所で、はい、ぜひぜひ先生に多分しゃべりきれてないと思うそうですね大体歴史のの話というのはですね。 お酒でもちょっと入ってですね、程よく酔っぱ払ってですね。ああでもない、こうでもないっていう、管を巻くというのはね、一番楽しいんですけどね。<laughs> 管を巻くんですか、うんうん。で、結論は出ませんから。どっちが好きかとかですね。<ー>どっちが強いかなんて言い出したら、キリがないですからね。うん。まあ、それもなんか、こう美味しいおつまみみたいな感じ。そうそうそう、で、よって、次の日なったら、話したことも覚えてないという。<laughs> っていう感じ、じゃ、あちょっと。 この場にお酒もあった方が本当はいいと思う本当はね <laughs> ここにお酒があったらね三十倍ぐらいに喋れると思うんですよねちょっと用意してもらえますかね、うん、次から、えー、残念ですね <laughs> <laughs> さああの今回の撮影が終わったところなんですけど北条政子でしたけれども、はい、まあ初めて女性を紹介したということで結構なんか新鮮だなと思って、はい、北条政子と言いますとね天将軍、ね、えー、頼朝の奥さん、えー、鎌倉幕府を支えた人ぐらいですかねイメージは 大体、うん、いい教科書で終わってしまう人が多いんですけれども、うん、我々の世代は NHK の大河ドラマで、えー、北条政子主人公の大河ドラマがありましたからね。 それを見てましたけれども、そうするとね、どうしてもね、主人公のや、えー、主人公の役をやった女優さんがイメージとして重なってしまうんですね。<ー>これはね、歴史においていけませんね。あそうですもう大体あの女優さんというのは皆さん別品さんが多いですからね。<laughs> で本当にこうかよというようなものを。特にあのまだ北条政子はいいんですけれども、幕末維新明治になってきたら写真が残ってるわけですよね。はい、それをね、NHK の大河ドラマはですね、無視しているわけですよね。<laughs> <laughs> あれはひどいなとであの戦国時代の女性も出てきますしそれこそ北条政子の時もそうでしたけどねあの綺麗な女優さんが年を取る時に髪の毛がね白くならないんだよね。あ<ー>抜けてこないわけ。申し訳程度の23本あ白いやつを流してるだけでね。 なんだこれはというこんな若い60代がいるかと70代がいてたまるかというふうにテレビに向かって叫んでるんですけどねさ子のそういういいかげんなイメージというか知られてないところからスタートしていただいて実は令和に来ててる今の女性たち働きながら家庭も営んでるお子さんのことも心配してるそういう人たちに見てもらうとある種反面教師になるのではないかという気がしますね。 反面教師ということは、まあ彼女のまあある意味失敗した部分であったりとか、うん、もっとこうすればよかったというところがあるということですよね。うん、まあこれはね、えー、歴史に常に思うんですけどね、ベストを尽くして努力してもですね、どうにもならないことが一つある。何かと言いますと人の寿命なんですね。ああ、寿命。生きてくれたらこの人がまだこの世にいてくれたらどうなってただろうか常に思うんですけどね。うん、突然やってくる別れっていうのがあると。 結局それによってあったかもしれない未来が全部消えてしまうんですよね。うん、そういう意味の苦労をあの北条政子という人がしたのではないかな。うん、頼朝という鎌倉幕府を作った初代の、えー、まさに、えー、正義大将軍がですね、このようにいてくれ続けたならば、全く違うあの晩年を彼女は迎えたのではないかな。うん、そういう気がしますね。ちょっとそのあたりもぜひ番組で見ていただきたいです、ねはい。ぜひご覧いただきたいと思います。 さあ「偉人こぼれ話」ではあの過去の番組に取り上げた「偉人」をテーマに番組で語りきれなかった部分ちょっと収まりきらなかった部分たくさん残っていると思うので、はい、その辺りをちょっと賀先生にたっぷりお話しいただこうという、はい、コーナーなんですけれども、うん、本日の「 テーマはこちらです、はい、10月に放送しました「武田信玄」なんと YouTube のチャンネルで50万回も再生回数を獲得しまして相変わらず人気の高い武将ですね,ねでも、うん、そんなにたくさんの方に見ていただけたらしかしね語り始めればきりがないということですね、うん、あの武田信玄の生涯についてはあの履歴書の方で話をさせていただきましたけれども。はい あのもっっと強調ししたたかか点がいくつかありましてね、はい、例えば武田信玄というのはあの完全なる勝利をしてはいけないと完勝、うん、圧勝というのはダメなんだとかえって油断が生じるとお<ー>、えー、五分勝ちという言い方があるんですけども五分の勝ちあるいは六七の勝ちでいいと勝ちすぎてはいけないと、うん、でもうこの辺で勝ったらと思うところでさっと引き上げるのがいいんだと。 そういういことを、ね、繰り返しこう言ってるんだから信玄の生涯でいきますと一番有名なのがあの川中島の戦いです、ねはい、で上杉謙信という宿敵と、えー、5度にわたって川中島で戦ったとこういうんですね、うん、まあそれだけ聞いたらねなんか5回もね死を消したように言われてるんですけども、はい、実際のところそのなんて言いますかね命がけの合戦になったのは4回目だけなんですよ。あそうなんですか、うん あのね、一番短かったのはね3回だったかな、えーとね、15分ぐらいででで終わってるんんすす <laughs> そ,そうなんですか、うんまあ、記録の世界ですけれども「雲が流れる間」という,う書き方してるんですけども<ー>雲が目の前からこう流れていく間い両軍が向かい合って、まあ、要するにヤクザの出入りと一緒で「来たぞお俺も来たぞ」とお互いに行ってで顔を見せ合って睨み合いをしてで左右に分かれてるんです。 十五分,分ぐらいということですか、はい、それも入れて五回ですからね。これも入れてるから、あ、うん、じゃあ計五回でしたっけ、川中島、うん。そうなんですね、川中島は。じゃ四回目だけが。そう、もう。命をかけるあの、ね。皆さんよく誤解されるんですけどね。戦国時代というのは、織田信長が現れる前と現れる前というのは、全然違うんですよ。現れる前と後では違う。はい、でこれは、えー、本放送でも、もしかしたら、あの話したかもしれませんけれども。 あの信長が現れる前の戦争というのは、人を損ねない戦争なんですね。損ねないというのは、殺さない。ということですかはい,、はい。死んでもらって困るんですね。<ー>なぜかと言いますと、庄屋さんが武将しているわけです。あ、あの、いわゆる武士っていうわけじゃなくて、もともと庄屋さんは、あの、まだ当時はあの、身分制がありませんので。あの、お百姓さんをやりながら、武士やってる人もよくいるわけですね。庄屋<ー>さんが武将。 その下にいる農民たちがですね、俗に言う足軽になるわけですね。だから、合戦というのは村単位で行って、合戦しますから。分かりやすく言うと、田植え、稲刈りの時は合戦はないんです。あ、お休み。で、忙しいですから。うん、そうですよ、ね。農業は忙しい時には合戦がないんです。そうか。 で、お互いが合戦をする時というのは意地の張り合いで当たるんですけども、はい、ここで死なれたりしたらですね、足柄さんに死なれたりすると労働生産力が落ちるわけですよ。あそうですよね。うん、だから結局に見合いしてちょこちょこっとそのあ当たって多少お互いほんの少し怪我してじゃあまたなって帰ってくるんです。これがあのほとんどの戦争のあの、えー、基本なんですね。<laughs> あ 逆に何でそれで戦をしようということになるんですか、ねうんうん。まさにね、メンツの世界なんですね。<ー>メンツが立てばいいわけですね。来たと。俺はちゃんと来て、その張り合ったぞというところを見せれば、お互いそのそれでいいわけです。<laughs> そういうことなん、ね。で、そこ寝てしまうと、徹底してやってしまうと、どちらも傷つくじゃないですか。うん、そうすると、農業生産額が落ちるから困るわけです、ね<ー>えー。ところが、の、織田信長という人は、そうではなしに。あの、専属家臣団制度というのを、教科書でよく言い方があるんですけども。わ、はい、かりやすく言うと、お金で足軽を雇ってくれになったわけですね。ああ。まあ、プロの足軽を。そう、そう、そう。まあ、ですから、わかりやす、もっとさらにわかりやすく言うと。勝たなくてもいいんですよ。数いけと。 言って向こうを混乱させろと、うん、その場合、前に問題点は田植えであろうが。稲刈りであろうがいけちゃう。<laughs> 関係ないと。だからね、迷惑以外何者でもない、ね。<laughs> だから、ちょっと信長より古いせ、あの世界にいた人たちっていうのは、これについていけなくなるわけですね。 ね、信長が最初に落としたのは美濃というところですけれども、はい、美濃の武士団というのは武田と同じで非常に強いわけですね。うんうん、にもかかわらず何で合併されたのかというとしつこくしつこく来るわけですね。<ー>でその都度叩き返すんですけどもなんぼでも来るわけですよね。しかも変わりがいくらでもいますから死んでも別に信長何でも思ってないわけです、ねなるほど。じゃあまあそれまでの,その戦の概念からすると、うん、え何そのやり方ってそう。 ところが、第四次川中島の戦いは、霧が降ってたために、両軍が相手を認識できなかったわけですね。あ,あ、どこにいるか見えなかった。うん、で、気がついたら、目の前にいたわけ。です、えー、それで、お互いはびっくりして、一気にぶつかったのが、あの戦いなんですああ。あの、よく、あの、漫画とかあ、誰、うん、課金っていうのあるじゃないですか。あのあ、一騎打ちですね。あの一騎打ちの。うん 信玄がこうやってみたいなはい、はい、あれって本当に嘘に決まってるじゃありませんか。あ,で,すかあでもそれわけないじゃないですか。<laughs> ところが大河ドラマは必ずやりたがるんです <laughs> 楽しいよね。で、えー、正確に言うと上杉の記録の中には。 武将の名前を挙げて、うちの武将が信玄に打ちかかったんだと。その時信玄は、あの、あれで受けたという、あの、軍配で受けたという話はのって、残ってるんですね。だから、あの、打ち込んだのは間違ってないかもしれませんけども。謙信、はい、自らが言ったってのはね、考えられません。あそうですね、うん。ただ、謙信自らが打ち込んでもおかしくないぐらい、武田家が追い詰められたのは確かなんですよ、ね。 で、よく聞かれる質問の一つに、じゃ、それだけ一生懸命戦った川中島の戦いは。どっちが勝ったのかという話になるわけですね。そうですよね。どっちが勝ったと思います。え信玄ですか。うあの、信玄というふうに答えて、ええー、丸か、べきかというと。まあ、丸なんですね、一応。まあ、一応は。どういうことかと言いますと、領地は、川中島の領地は、武田信玄のものになっている。 じ合戦が領地取り合戦であるならば信玄の勝ちなんですね。そういう面で見たら勝ち、はい。ところが私はあの戦いは明らかに信玄の負けだったと思っている。ああそれはどういう部分で、ねはい？あの信玄の弟の信繁という人がいるんですけども、この人を失ったことによって武田は、えー、全面的にそのそれから先のですね行くべき道をあの誤ってしまうことになるわけですね。 ポッペンでも出てきましたよね<の>弟さんは出てましたね、はい、で、信重という人は得難い人で裏方をもっぱらその担当してくれるわけですね、うん、どんな世界でもそうですけども現代の企業で言うなら営業はいいですよ華々しく成果上げりゃですね出世できるわけですから戦,戦国時代なら敵の大将の首取ってきたら言うことないわけですよ、はい、しかし裏方の平坦 武器弾薬や食料を決められた時間に決められた場所へ運ぶというのは非常に地味な話で逆,逆にそれ遅れたりしたら文句言われるわけですね <laughs> 誰もやりたがらない裏方を粛々とやったのがその信繁という人だと信玄にとってはもうなくてはならない存在ということですよね、うん。これができたのはなぜかというとやっぱり信玄という兄貴を信頼してたから信玄も弟としてこれを見てたから任せられたんですね。うん、余人には買い,難いもんだった ところが川中島の戦いで追い詰められて上杉の猛攻の中でついにその支えきれなくなる局面があるんですね、はい、その時に信繁が自分が信玄であると俺が信玄だということであの突然言い出してその上杉の方へとあの突撃をする,するわけですね当然上杉の人間は信玄を撃ちたいわけですからそっち集まりますよね、はい、結果的に信繁は撃たれてしまうことになる、うん、おかげで信玄本人は助かるんですけれども、うん。 信繁を失ったためにその後信玄は自分の息子である慶喜という長男がいたんですけれども方向性をめぐって喧嘩になって結果その長男を殺してしまう事態になるわけですね。でその間に武田信玄の病気というのが少しずつ広がっていくで結果的に彼は上洛戦を観行するわけですけれどももし信繁を失うことがなければ。 もっと早くにに上でできた可能性が非常に高いわけですね、うん、となると信玄がもしかしたら天下人になった可能性はあると思いますね。とりあえず上洛して味方であった浅井朝倉比叡山そして本願寺そういう連中をたまねることは信玄はできましたからねあの信長の軍勢を機内から放築することはできた可能性っていうのは非常に高いわけですね。 結果的に信長は、えー、その信玄、えー、と相まみえることがなく、信玄、うん、はその手前で、えー、病死してしまうわけですね。そうなんですね。だからすごく残念でならないですけれども、あ歴史はねその表面だけ見てはいけないんですね。その後の流れを見るためにはポイントポイントを押さえていきながら、それを点を線に繋ぐ必要があると思いますね。 確かにこう教科書の年表を覚えるだけだと実際あまり頭に入ってこなかったりするので、うんまあ、入りませんしね、しても意味がないですでかかこれから先はあの同じようなことになることはないので答えだけ知ってても歴史は役に立たないんですねでな,かかでなぜそうなったのかとかでなぜそうなったのかその途中はどうだったのかを考えるのは歴史学なんですけども、うん、どうもね日本人特に現代の日本人は焦りがちというか答えだけを知ろうとするんですね これはあのスマホでも同じ原理ですけども答えだけ知ってもスマホの中にしか答えがないんですよね,ああすねスマホ以外の答えをこのスマホで導き出すことは不可能なんですよ。はい、それ一つ考えてみてももう少し幅を広げてみたらどうかなと思うんですけどね、はい、確かにちょっと私にも耳の痛い話でしたけれどもでも本当にそうだなと思いますね。<laughs> さあ一人こぼれ話では視聴者の皆様から各先生に寄せられた疑問質問に ズバリお答えしていこうと思います題して教えて各先生ということであの偉人にまつわる疑問質問ならもう何でも大丈夫です各先生の質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただけます皆様からのお便りお待ちしていますお待ちしておりますさあ偉人素顔の履歴書は毎週土曜日夜8時より全国無料の BS11 で放送中です 放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますので、ぜひご覧ください。そして YouTube でお楽しみいただける毎週火曜日配信の偉人こぼれ話も一緒にチェックしてください。それではぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。